今日は東京モノレールに乗っていこうと思います。今回の動画は東京モノレールをお得になろうという動画ですが、それについて今から皆さんに解説していこうと思います。こちらが今回使う切符、モノレール&山手線内割引切符です。これを使うとね、500円ぐらいでこの東京都心まで出ることができるんですけど、羽田空港から京急と競合している区間において、この切符はその京急への対抗策となる切り札という、そんな切符になっております。とってもお得なので、これを使ってモノレールについて見ていくのと、まだね、新宿の方まで今回は行こうと思います。浜町行き、こちら1万系という車両なんですが、東京モノレールには現在3種類の列車が、おりまして、1000系、2000系、1万系というやつですね。今回はその新しい1万系の中でも、さらにですね、ひときわ目立つカラーリングがされております、こちらリトルツリンスターズとかいうやつですね。そちらのラッピングです。羽田空港第2ターミナルから11駅挟みまして、終点の浜松町まで乗ります。こちらが500円で乗れるんですが、通常京急などを使うと東京駅または新宿方面まで行くのに500円を絶対超えてしまうんですよね。東京モノレールは浜松町より先の線路がないことから、絶対乗り換えをしないと品川方面へ行きません。ですが、上野東京ラインなどの快速電車または速達電車が止まる品川駅などには京急が乗り入れてますから、状況的に京急が優位になりますが、見つかっちゃった、可愛いですよね。意外とこういうなんかキャラクターもの好きなんですけど、隅っこ暮らしとかやつですね。まあそんなことはいいですが、もう車内はこんな感じで、もう聞きいららしいようになっております。意外とね、知名度ね少ないんですよこれ。今日は東海道新幹線がなんでか知らないですけど全然運転してないんですね。今日乗りたかったんですが、台風のせいで動いていないということです。残念です。さて、列車は普通電車ですが、モノレールの羽田空港第2ターミナル駅を出発します。羽田空港第2ターミナルからは各駅に止まっていくこちら普通電車です。モノレールということでゴムタイヤの音が響いております。モノレールは羽田空港第2ターミナルを出発すると、第1ターミナル、新整備場、第3ターミナル、天空橋、整備場、昭和島、流通センター、大井競馬場前、天王洲アイル、そしてモノレール浜松町のように止まっていきます。でこのモノレールというのは空港内のターミナル輸送にも一役買っておりまして、こちら羽田空港で国際線から国内線に乗り換えるときは、羽田空港第3ターミナル、第1ターミナル、第2ターミナルのこの3駅間の中で無料で乗ることができる切符をですね、トランジット乗り換えの際に、国際線から国内線の乗り換えの際にはもらえるらしいです。いつか使ってみたいですよね、そういうのも。それは検討に検討を重ねてちょっと検討しておきますけども、そう言ってる間に羽田空港第1ターミナル出発です。この日は土曜日の朝だったんですけども、全然お客さん少なかったですね。ちなみに僕が今座っている最前列は羽田空港第2ターミナル時点ではほとんど誰もいませんでした。この日は台風が来ていて旅行には不向きな日だったんでしょうね。次は新整備場に泊まりますということですが、京急などは泊まる駅が羽田空港であったり、その他の整備場のような場所にはあまり泊まらないことから、空港方面の、ね、関係者の通勤需要はモノレールが担っているという感じになっております。さらに東京モノレールはですね、京急よりも普通運賃が高いですが、普通運賃が高いだけで定期券自体はモノレールの方が京急より安くなるという仕様になっていまして、空港関係者などの通勤需要はかなりモノレールがね担っているという感じらしいです。そして着いたのが新整備場。こういう駅があるのも羽田空港の方をぐるーっと大回りしてターミナルに入るこのモノレールだからこその特徴かなと言えます。京急は、ね、そのまままっすぐ行っちゃうんで。さて、この中はずっとトンネル区間ですが、もうすぐ1回地上に出ることになります。次は羽田空港第3ターミナルに泊まりますということです。次の第3ターミナルは京急は地下ですが、モノレールは地上になっています。東京国際空港羽田空港の第3ターミナルから第1ターミナル、第2ターミナル、この3駅間は無料でね乗ることができるらしいですよ。それは国内線、国際線の乗り継ぎ便を待っている人のみの利用なんですけども、まあなんか特別なそういう、こう券をもらってそれを使って無料で乗ることができるらしいです。
通の鉄道とは違ってゴムタイヤで走るモノレールだからこそのこの急勾配に対応した力、この御座敷モノレールというのは最高時速 80km 毎時で走ることができます。すごいスピードにも特化している車両なんですね。東京モノレールは国内最速の 80km で走ることができます。というわけで国際線などが多く発着します第3ターミナルに到着です。第3ターミナルから一部の LCC も国内線として出てたかな、ちょっと今は分かりません、ごめんなさい。羽田空港第3ターミナルはコロナの時期は本当にね外国人観光客とかいなかったんですけど、最近は人が戻りつつあるかなという感じです。第3ターミナルに到着でございます。全部で11駅あるこの東京モノレールですが、普通電車だと23分かかることになります。快速電車、空港快速というようなものが走っているんですが、その空港快速というものはこの全区間浜松町から羽田空港第2ターミナルまで18分で結びます。少し早いんですね。昔はこの快速という種別が走ってたんですが、このモノレール実は1990年代、2000年代手前まではですね、昭和島というところに待避設備がなかったので、このモノレールは快速という名前で通過するものの、普通電車と同じぐらいのですね所要時間になってしまうという問題があったんですが、その昭和島駅というのができてから変わったそうです。羽田空港第3ターミナルを出て、このモノレールは非常に大きな雨の中を走っております。この日本当にね台風が来てすごい雨だったんですよ。午後は晴れたんですけどね、ここから徐々に下がっていくことになります。またですね地下に潜るわけですね。ここは天空橋という駅です。天空橋駅でも京急との乗り換えが可能です。最初1964年に、東京オリンピックが開催された年にですね、この東京モノレールが開業したわけですけども、その後だいぶ経ってから、いつでしたっけ、1998年にですね京急の羽田空港線というのが開業しまして、羽田空港第1、第2、第3ターミナル方面から、京急を利用して京急蒲田経由、品川方面、東京都心方面へと行く、都営浅草線の直通電車などが開通したわけですが、そのような開通の前まではこのモノレールが羽田空港への輸送は独占しておりました、鉄道に関しては。ですがその1998年に京急が開業したということで、このモノレールもですね、いやー京急に負けてられないということで、少し運賃を下げたりとかですね、定期券の運賃を京急より安くすることで対抗して、需要を掴んでいったというわけですね。ですがこの東京モノレールの利点としては、結構ですね空いていることが多いというのが、まあ大きな印象ですね。京急はだいたい混んでるんですが、あのモノレールに乗るとちょっと高いですが、高いからこそちょっとお客さんが少なかったりとか、少しした利点があります。この全面展望をね撮ることはねあんまり難しいですが、平日の朝なんかだとこのように見ることができると思います。そんなこんなで整備場駅に到着でございます。モノレールはワンマン運転を行っているようですね。運転手さんが駅のホームの状態を確認してドアを開けたり閉めたりということをやっているようです。左側にちらっと見えたような運転をね、あの補助するような案内みたいなのがありましたが、53オフとか書いてありましたけどね、まあ、おそらく53キロまでこうノッチを出してそこで止めてくださいという感じですよね。次は昭和島駅に到着です。この昭和島方面に向かうにつれ、左側に見える空港方面へ行く一般道路なんかと同じように、このようにまたまたですね一旦地下に潜ることとなります。この東京モノレールは現在 JR 東日本の経営傘下でありまして、 JR 東日本グループの一員となっています。このモノレールにはモノレールスイカや今回のような JR との接続切符、他にモノレールが、プラスされた特内パスのですね、こちらモバイルスイカだけなんですが企画切符であったりというものがあります。これは JR 東日本グループでならではの利点というか重要なポイントじゃないかなと思っています。そしてですね、
この今走っている東京モノレール羽田空港線、もともとはこの日立のですね、日立製作所がね株をいっぱい持ってまして、日立製作所の傘下だったんですけど、日立製作所が JR 東日本に変わりました。あとも現在走っている1000系2000系1万系すべて車両がですね、日立製作所の作った車両ということになります。そして進行方向左側に何やらいろんなものがありますよね。そう、ここが昭和島駅です。昭和島にはこのような待避設備がありまして、これは2007年にできたそうです。2007年と言いますと、京急が開業して少し経った後、速達化にもここで力を入れたわけですね。この待避駅ができたことによって、日中の空港快速と普通電車の接続ではなく、追い越しというのを見ることができます。この2007年に待避設備ができた時に、今までの快速は廃止され、空港快速と区間快速という名前を変えて走るようになりました。そして今昭和島に到着したわけですが、少し見えますかね、駅のちょっと先左奥の方ですね、こちらに車庫があることがわかります。ここが昭和島車両区という場所でございます。昭和島を出ますと、流通センター大井競馬場前、天王洲アイル、モノレール浜松町と止まっていきます。ちなみに空港快速という空港へのアクセスを目的とした快速については、羽田空港第2ターミナル、第1ターミナル、第3ターミナルを出ると、次は終点のモノレール浜松町というふうに止まっていくので、今回のような普通電車とはまた違う走りを見ることができます。左側にですね、モノレールの車両が止まっていますが、こちらが先ほど言った昭和島車両区ということになります。さて、すごい雨が降っているので、景色はあんまりですが、この辺りから運河と同じように並走していくことになります。なんかな、京浜運河とかなんかよくわからんけど、そういうような感じの名前だったはずです。すいません、それについてはちょっと覚えてないです。と言いながら流通センターに到着でございます。やっぱり平日の朝ですから、お客さんが少ないことがやっぱり印象に深いですよね。列車は流通センター駅を出発して、大井競馬場前駅と次に止まります。この辺りはね、やっぱりトラック、トレーラーなど、空港が近いなどということもありまして、港が近いということもありまして、多くのね物流の拠点となっているのではないかと思います。昔の羽田空港から浜松町までは運賃が300円だったらしいんですが、当時の価格で300円ですからちょっと高かったんですけども、300円という感じで、1994年には460円にまで値上げされました。この値上げの理由というのも、羽田空港の第1ターミナル、第2ターミナルの方の延伸工事でお金がかかったというわけですよね。そして現在の同じ距離、当時の1990年代の同じ距離で換算しますと、整備場から浜松町の30キロもうちょっとぐらいで340円という値段になっております。340円というのは、京急と比べたらいい具合の勝負の値段なんですけども、京急よりは少し高くなってしまっているという点ですね。ですが、この東京モノレールいろんな切符を販売しておりまして、そちらでお客さんをつかみ取ろうという感じです。そして間もなく到着するのが、こちら大井競馬場前駅でございます。ちょうど大井競馬場を出発しました。右側には大きな運河を見ることができまして、この辺りはね、春になると桜も見れて綺麗だなという頃なんですが、残念ながらこの撮影日は、6月ぐらいなので桜は見れませんですね。次は天王洲アイル駅です。天王洲アイル駅にはですね、乗り換え路線がありまして、その乗り換え路線というのも、東京臨海高速鉄道臨海線というね、よくわからない名前なんですけども、東京臨海高速鉄道臨海線に乗り換えることができます。東京臨海高速鉄道臨海線は大崎の方から来てますけども、東京臨海高速鉄道臨海線の面白い駅名などがあって、東京テレポートであったり天王洲アイルであったりね、カタカナが好きなんですね。というわけで、左側に見えてきたこちらの高速道路、こちらが確か首都高速1号線だったはずです。現在は首都高がちょうど1960年代にできまして、オリンピックに合わせて開業したこのモノレールと同じくらい年月が経っているわけですが、その改修工事がですね、左側ですごい行われているわけです。この改修工事ができるのも、このモノレールにかぶさってる場所、このちょうど上のね、橋なんかとか、こういう部分はですね、モノレールが運休している夜中の時間帯じゃないと工事ができないということで、なかなか難工事とされているようです。そしてね、この下側には運河ということで、水が広がっていて、さらにこう点検、保守、整備などが大変だというような、テレビでね、見たことがありますけども、そんなこんなしている間に、まもなく天王洲アイル駅に到着でございます。
天王座入を出るとたくさんの運河をまたぐことになります。右下見えてますよね、この川みたいなやつ。これですね、たくさんこれからまたいでいくわけです。京浜運河、第二なんちゃら運河とかね、第一なんちゃら運河とかね、いっぱいねまたいでいくわけです。次は終点の浜松町駅に停まります。浜松町は山手線であったり京浜東北線などが停まる駅なんですけども、東海道線なんかはですね、一部のあのね快速電車、上の東京ラインみたいなやつですね、そういうやつらがですね止まらないせいで京急の方にですねお客さんが行っちゃってという感じです。実はなんか少し前に東京モノレールも浜松町から東京まで延伸するんじゃないかというような、まあ、一旦ね計画みたいな構想的なやつがねあったんですけども、いつの間にか白紙になっておりました。この辺りが東京モノレールの中で一番速度を出すんじゃないかなという区間でございます。そこのカーブの手前でね一旦速度を落とすことにはなるんですけども、この辺りが多分最高時速80キロぐらいを出せる場所だったはずです。というわけでもうすぐ浜松町駅に到着します。大きなビルなどが見えてきましたよね。浜松町から東京新橋のあたりには大きな高層ビルなんかありまして、オフィス街であったりね、観光需要の高いホテルなんかがねいっぱいあるわけなんですけども、こういうホテルとかビルの間を縫うようにモノレール走っていきます。おお、ビルが当たるんじゃないかというぐらいね、モノレールねすっごい左右に揺れて酔うんですけどもね、スーパーハクトより酔うよ。振り子がたくさんついているような、そんなね機動車とかにね負けじと、たくさん揺れております。ここで右に大きくカーブしていきますと、左下よく見ていただいたらたくさんの線路が走っているかと思います。ここにですねたくさんの線路走っていますが、 JR のね山手線であったり京浜東北線、東海道線、横須賀線、そしてですね東海道新幹線なんかも見ることができます。ちょうど左下に電車がやってきましたけども、こんな感じでね見ることができるわけです。素晴らしいですね。というわけでこの電車はしばらくするとこの左下に見える線路をまたいでモノレール浜松町駅に到着します。モノレール浜松町駅は2面1線ということで、1本の線路があって、両方右側左側に、このですね線路じゃないわ、ホームがあるという形なんですけど、ここでですね浜松町駅を出発した電車がここに出てきました。この電車が少しでも出発が遅れると、今僕が乗っている電車も少し遅れるということですよね。そんぐらいダイヤがキツキツに作られているんですが、そんな感じで浜松町駅非常にですねギリギリなので、またそこのね浜松町駅の改修工事というのもねいつかやるんじゃないかという、またね計画とか構想が出ているわけですけども、いつになるのかは分かりません。右側が乗車用ホーム、左側が降車用ホームということで、右側には多数のお客さんがいますよね。朝ラッシュの朝お仕事に行く方や、朝から出勤される方、出張などに行く方がですねここでモノレールに乗るわけです。というわけで浜松町駅に到着、左側の扉が開きます。これが1万系というやつで、かわいいかわいいキキララですよね。浜松町駅に到着しました。今回なんといっても最大のこの切符の魅力、山手線のどこまで行っても山手線内であれば500円で乗れるというところです。というわけで羽田空港第2ターミナルからこの浜松町までやってきました。ここからですね池袋まで行きたいなと思います。なんで池袋かっていうと、池袋が一番お得に使える場所だからです。というわけで東京モノレール唯一というかラッピング車両キキララのモノレールが発車していきました。相変わらず空港快速として走っていきますが、反対側の方にはたくさんのお客さんがいますね。というわけで今から東京方面へ向かいたいと思います。モノレール浜町駅を越えてエスカレーターで降りていくと、このような改札口がありまして、JR の乗り換えの方へと行こうと思います。これはねそのまま通しても大丈夫なはずです。さて通れるのか見ていきたいと思います。行けるのか。行けましたね。大丈夫です。 JR 線の乗り換え改札をこれで通ることができます。なんといっても通常なら IC 料金にしても500円以上かかってしまう東京、新宿、池袋、渋谷、上野、秋葉原などの山手線内の各駅までモノレールと合わせて500円で行けるという素晴らしい切符でございます。じゃあ次はどこに行こうかな。池袋に行きたいんで中央線乗りますか。
や、山手線でそのまま行っちゃいますか。撮影時にはいろいろ言っているんですけども、結局山手線に乗って、ね、この東京方面とりあえずですね行くことになります。京浜東北線でも東京行けるんで大丈夫なんですけど、ちょっとね駆け込み乗車良くないので次の電車を待つことにします。あれ待てよ、新幹線動いてるじゃないか。新幹線がね、なんか今日終日運休らしいんですが、新幹線動いたら新幹線乗りたいな。ちょっと池袋までの動画にするつもりが東京までの動画になってしまうかもしれません、ごめんなさい。新幹線が動いてるとか言いましたが、あれは回送電車とか送り込みとかだそうで、台風が来てて動いていないので結局、新宿まで乗りましたよ。というわけでやってきたこの山手線 E235 系電車に乗って、行こうと思います。これ500円ですからね、500円ですよ。やってきたのが山手線の内回り、東京上野方面駅です。これに乗って東京方面目指したいと思います。さて山手線に乗って浜松町から東京までのることにしました。時間にして約6分ほどですね。11両編成で、これが大体朝ラッシュの時間帯は3分に1本走っていると言いますから、東京って恐ろしいですよね。なんか横須賀線が遅れてるとかそういう情報もありますが、ちょうど浜松町駅を出発、ここでね乗り換えるのがね億劫だという人がいるから、京急を結構使う人が多いわけですね。品川には新幹線も止まりますから、乗り換えとしてはあちらのね品川とかに行く京急の方が便利なんですよね。さて東京に到着しました。だいぶカットしたんですけども東京に到着でございます。ちなみにこの東京駅まで使ってもですね、 IC 乗車券を使っても絶対に500円は超えてしまうので、京急の方から来てもですね500円を超えるので、この500円のモノレールの切符は東京でも元を取ることができます。品川だとちょっと分かりません、難しいかもしれません。山手線でそのまま池袋まで行ってもよかったんですが、新宿まで行くともちろん元が取れるということで、500円の区間というのは東京モノレールが確か400いくらかしたので、もう JR に1回さえ乗ってしまえればこの500円切符の方が安いですよ。なので今回は中央線で新宿へ行くことに決定しました。でですね、ちょっと新宿へ行って終わろうと思うんですけど、最初池袋に行こうと思ったんですけど、ごめんなさい、今回の動画は新宿までとさせていただきます。ちょうど東京駅到着の電車は E313 系かな、あ違いました、 E353 系です。 E353 系の特急電車あずさの名前に使われるものがやってきました。配送って書かれてます。というわけで新宿までひとっ飛びです。中央線快速です。E353 系が到着したのに横目に見ながら、東京駅にね特急電車がやってくるんですよね、中央線の方を通って。あかっこいいですよね。あれ PS5 って皆さん呼んでるらしいですけど、僕はそうは見えません。さてこの電車は快速の青梅駅です。青梅って OUME じゃなくて OME なんですね。青梅っていう感じらしいです。でも分かりにくいがこれそんなことはいいですが、東京駅中央線を出発でございます。この東京駅でもこの新幹線、東海道新幹線、東北新幹線、そして普通の JR 在来線の方のですね駅よりも一番高いところにあるんですね、中央線。そしてこの中央線はこの東京で終点というような感じになっておりますから、非常にですね他の路線とは違った景色を見ることができて面白いです。右側に見えるのが山手線、京浜東北線、東北高崎常磐線、総武線は地下ですね、京葉線も地下ですね、そして東北新幹線とというものが走ってるわけですね。向かい側からやってきました。こちらの電車も中央線の車両、左側には神田川というような川が走っているそうなんですけども、この中央線の新宿東京区間というのは秋葉原のあたりからずっと神田川という川をね横に上に走っていくことになります。その川沿いにはね
いろいろな大学であったりオフィス街であったり食べるとこであったりというのがあったかと思います。結構ね観光にもいいとこじゃないかな。お茶の水もそうですよ。ちょうど左側に各駅停車と呼ばれるような黄色い電車、これ昔山手線で走っていた車両を黄色く塗っただけなんですけどね、そちらの車両を抜かしていくことになります。向かい側からも来ました。こちらがね、あの平成生まれの方々であれば結構思い出に深い車両ではないでしょうか。 E231系電車の山手線を10両に1両減らして走っている電車です。ちょうど並走していますがね、皆さんに新宿駅の到着コースを聞いていただけたらなと思います。大久保東中野へおいでのお客様と山手線湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、地下鉄丸の内線、都営地下鉄新宿線、都営地下鉄大江戸線がお乗り換えです。長いですよね。どんだけたくさんの乗り換え路線があるねんって感じなんですけど、本当はですね池袋の方まで行って、池袋でねこの500円の切符がめっちゃお得だということを示したかったんですが、残念ながら新宿までとさせていただきます。池袋は東に西部、西に東部とどっちやねんというようなことで今有名ですけども、池袋ではなく新宿で終わらせていただきたいなと思います。さて新宿へまでやってきました。ここからですね、最後に切符を通してね終わろうと思います。ここまで500円でしたよ。さて切符が通るのか。通りました。というわけで羽田空港から新宿まで500円で来ることができました。最後にねエンディング撮るとこねどこにしようかなと迷って結局わからなくなって出てきた改札がこちら中央西改札、ここで終わろうと思います。この日は本当に台風で総武線が遅れたりとかね、あの横浜の方が全部遅れたりとかそういうことになっていましたが、本日はこの辺で動画終わると思います。すごいな真っ赤っかだ。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。